運動が苦手な方や痩せたい方、必ずこれを持っていてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、レジスタンスバンドの有効性ということで、運動が苦手な方はですね、このレジスタンスバンドを使ってエクササイズをすることがとても効果的に行えます。このレジスタンスバンド、どういったものかと言いますと、こういった短いゴムバンドです。だいたい5本ぐらい入ってます。5本ぐらい入ってて、だいたい800円ぐらいで売ってますんで、これがですね、すごく効果的にエクササイズを行うポイントになります。ダンベルとかもいいんですけども、ダンベルとかではですね、運動が苦手な方は筋肉に効かすイメージがまだありませんから、こういったレジスタンスバンドを使うと筋肉に効かす意識ができてきます。サイトを見ると、だいたいこのように縮んで売ってるんですけども、これもし間違えて買っちゃうとですね、届いたら長かったよとか、届いたら1本のバンドだったとかね、そういったことがありえますんで、ポイントは5種類ぐらい入ってて、ちっちゃい丸になってるバンドを購入してください。このレジスタンスバンドを使うことで、コアな部分がしっかり鍛えられます。筋肉を痛めにくいです。ポイントとしては、自分に合うバンド5本ぐらい入ってますから、自分の強度に合ったゴムバンドをまず使ってですね、エクササイズを行ってください。例えばどんなエクササイズができるのかと言いますと、腹筋にも効果的に行えます。足パカができます。膝が内側に入らないように上手にスクワットが行えます。足を横に広げて大臀筋、中臀筋を鍛えることができます。このように大臀筋を鍛えることができます。様々なエクササイズに有効的に使えるんですけども、なぜ有効的なのかと言いますと、基本的に運動が苦手な方はですね、初動の動きが速いです。例えば重りで言いますと、速く上げるとですね、このようにもう持ち上がっちゃいますよね。ということは、一瞬だけ力が加わると、後の動作っていうのは勝手に上がってきてます。例えばお尻に効かすエクササイズ、勢いよく足を上げると10の幅で動いてるとしたら、初めの2とか3ぐらいしか力がかかってないです。あとは勝手に上がってます。横も一緒です。動き始めが速ければ速いほど、残りの動作というのは負荷が減ってますから、筋肉に効かすっていうよりも、ただ動いてるっていう風になってしまいます。そこでゴムチューブというのは、動けば動くほど力が必要となってきますから、筋肉に効かす意識がとてもつきやすいです。初めにグッと動いてもですね、引っかかってしまいます。だんだん力を入れなければゴムというのは伸ばされませんから、こういったレジスタンスバンドを使うことによって、とても効果的にエクササイズが行えます。もちろんこういった手首とか足首に巻くようなウェイトがあればですね、エクササイズをですね、少しだけ負荷を上げて行うことができるんですけども、やはり慣れてくると、これも動き始めが早ければあとは勝手に上がっていきますから、筋肉に効いている時間が短くなって、より効きにくくなるといったことが起きます。そこでこういったチューブはですね、だんだん力を加えることによって、より筋肉に効かす、より安定させた体の動きが身についてきますので、とってもおすすめです。ですので、これやっぱり使ったエクササイズをこれからも載せていきますので、ぜひですね、説明欄に商品リンク貼っときますんで、よかったら見に行ってもらって、5本ぐらいで800円ぐらいですから、購入してもらってですね、タートルブートキャンプで一緒に使っていきましょう。ということで、今回はレジスタンスバンドの有効性ということで、メリットが3つです。筋肉に効かしやすくなる、コアな部分が鍛えられる、筋肉を痛めにくい、といったレジスタンスバンドを使ったメリットでした。勉強になった方、よかったらグッドボタンやコメント、シェアもよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからも効果的なエクササイズを紹介していきますので、よかったら登録の方もよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。Thank you.